ピエル・ルイジコ・コッリーナは、イタリア・ボローニャ出身のサッカー審判員。現、国際サッカー連盟審判委員会会長。スキンヘッドと鋭い目つきが、印象的なサッカー界では有名かつ、存在感のある審判員。イタリア語、英語、スペイン語、フランス語に堪能で、的確なレフェリングに定評があり、1999年から5年、連続で、 フィファ最優秀審判員に選出された。ワールドカップの決勝など、大一番の試合での主審も多く担当した。日本では、アトランタ五輪で日本代表が敗退の原因となったナイジェリア戦での前園のシミュレーションや鈴木のハンドを的確に取ったことや、2002年フィファワールドカップでの日本代表の敗退となったトルコ戦などで笛を吹いたことで知られている。 ボローニャ大学経営学部及び法学部を卒業しており、ファイナンシャルアドバイザーとしての顔も持つ。子供の頃、地元のサッカークラブではディフェンダーであったが、1977年、17歳にして審判の育成過程を選択。20代にしてイタリア各地で審判を務めるようになり、1991年にはセリエ B やセリエ A でデビューを果たす。 1995年には国際審判員の資格を取得。2002FIFA フフワールドカップでは札幌ドームのアルゼンチン VS イングランド戦、宮城スタジアムの日本 VS トルコ戦、そして横浜国際総合競技場での決勝戦、ブラジル VS ドイツ戦の笛を吹いた。2005年をもって定年規定により、 イタリアサッカー連盟の審判員を引退したが、FIFA 国際審判員は引き続き務めた。審判の定年が48歳のプレミアリーグから重要な試合限定の出身としてのオファーもあった。現在は FIFA フフ審判委員会の会長を務めている。極度の脱毛症のため、顔面の一切の毛がない。引退後長年にわたりラツオのファンであることを明らかにした。 出身地ボローニャのバスケットボールチームであるビルトゥス、ボローニャのファンでもある。ありがとうございます。